ボックスのカルタです。はい、よ次トンボです。花火です。そして花火ね。内容はシンプル、うん。ベッドを使わないマインクラフト。ハードモードでございます。マジで意味ある。はい、ベッドを使ってはいけないマインクラフト実況です。さあ、それでは炭鉱だ。やばい、地獄。あ、来てる来てる、消防来てる来てる来てる地獄やばい海への冒険スタート、イエーイ、もう行くか。うん、行くか。行きますよ。うん、行きます。バイバイ、みんなバイバイ倒せ倒せ、やばい、本当だ、やばい、やばい、砂だから超危ねえわ。あ、もう、待って、やばい、やばいやばいやばい、何あれ、そんな奥なの、何あれ、何あれ、何あれ、見ない。あまん、くっそー、やし、ムカつく、ムカつくわ、うん、あれだね。まぁ、ちょっとこんな嵐だからちょっと心配だけど、二人はあの、ウパちゃんと熱帯魚を探しに、海にね、行くと。向かいます。で、僕はその、ウパちゃんたちを迎え入れる、あの、水族館を3階に。いや、いいね。3階って。うん。まあ、うん、いろいろそれ作って、うん、あの、時間が空いたりしたら釣りとか牧場とか作っておくんで、任せといてください。はい。お願いします。お気をつけて。はい。はい。はい。じゃあ行きましょうか。行きましょう。あ、行こう。はい。よしよしよし。さあ、冒険だ。雨が止んだ。や、降ってる。たら、はい。作戦会議しようぜ。オッケー。正面に行く。いや、待って。ボート取ってきただけ。そのまま、okay、もう出ちゃうのか、その一回ジャングルの中通って、うん、奥、湿地帯抜けてから、うん、海探すのか。あー、抜けましょうか。砂漠の方。オッケー。ああ、どうしよう。まあ、行こうか。でも砂漠の方行けば、無難にありそうだよね。ちゃんと。でも俺砂漠の場所知らないんやけど。町や、村あったじゃん。うん。で、その猫飼ったところの方向に進めば、猫をあの、うん、連れて行くために。待って、うん、待ち伏せしてたとこあったじゃん。うん。うん、そこに砂漠あるよ。あったあったあった、確かに。あそこね。そうそうそう。行きます。いや、腕が鳴るぜ。いや、頑張ろう。いや、雨っすね。すべては、俺ら次第だから。そうだね。どうしよう、ウーパー。どうしよう、ウーパー一匹だったら。今日の、成果。でも一匹だったら、全然ありだよ。いや、あの、家にある一匹。ああ、まあ悲しいね。悲しいね。まあ、そうだね。豪華な、豪華なあれだよ。水族館だよ。豪華な水槽か。うん、あれ花火は俺多分ね、陸の方から今行ってる。行ってる。あ、じゃあ、とりあえず村合流で。うん。え、てか、やば、俺ら、迷子ダブルスやん。大丈夫やばいね、それは。やばい。まあでも結局あれでしょ村の奥の方に行けばいいって言ったから、うん、この湿地帯を抜ければいいんだよ。そっか、奥側に。あ、砂漠砂漠行きました。おお、あ、海じゃないかな。 あれ海っぽくね。っぽいよね。おっと、どうなんだ、わかんない、わからんが進むか。砂漠の近くに海ある。行こうか、うん、とりあえず。そうだね。もうちょっと奥で飛んだ。ちょっと今な、別にいらないもの。あ、サボテン、消していく感じね。うん。皆さん知ってました？サボテンはアイテムが消えます。で、ゴミ箱として使えるんですよね。そうなんですよね。そうですね。ほら、消えました。ですよ、知ってましたかね。してますよね。ピラミッド、見つけました。いいね。先生。いいね。行ってみます？
みましょう。ウサギって倒すの難しいよ。むずい。早い。めっちゃ早い。うん。敏捷と幸運にステータスってっから。幸運って何？え、回避のあれだよ。あ、ひらりと身をかわしたか。そう。俺らで言うこれ当たってるだろうっていう判定なのに、うん、当たってないっていう判定を取る。てるるん、てるるんってやつか。そう。でね。ひらみっていこう。こんなの時間の無駄になる。メタルスライムだ。俺、なんだかんだピラミッドをさ、ちゃんと攻略するの初めてかも。まず？うん。記念日ですね。ん？記念日ですね。そうだね。これあれだよね。あ、そういう感じ？俺はね。俺もそういこう。うわ、やば！こんな赤々としてるんだ、TNT。怖え。怖え。怖っ。真っ赤やん。オッケー、TNP 回収。ナイス。あ、なんだろう、お、エンチャント入れ食いに。おぉ。おぉ。え、待ってて、待って。あれだ。でかいやつ。いい。ダイヤモンド。ダイヤモンド3つ。ね、でかい。おぉ。えげち、えげち。トッペーとか言ってごめんなさい。マジでないなぁ。なんか、海がある気配がしないよなぁ。こっちに行くの？あ、こっちから来たんだ。うん。あの向こうが海であった。あ、村！おー、村です。ですね。村でかい。ね。村の近くにはね、海があるんですよ。村人からしたら水ないじゃん。こんな、バックのトマト。湧き水っていうのがないのか。湧き水？あれ？でもオアシスってあるんでしょ？あの、マイクラで。あるんだよ。食料も取っていこう。うん。よしよしよし。どこだっけ？すげえ。すごいな。すごい。結構。おー、パン。エメラルド。結構大きいね。結構大きい、ね。うん。いな。夜だ。ああ、じゃあここでもう、あれしますか。この村で。そうね。お、めっちゃダメですよ。いっぱいある。てか、ゴーレムいるならね、ファントム殺してもらえるかもね。いや、さすがに、ゴレさんでも、ファントムはきついだろ。いいんだ。ゴレオだっけ？アイゴか。洞窟。いや、洞窟俺無理っすわ。行く？洞窟。いや、これ結構下に続く洞窟だから、縦穴みたいな。うん。うん、帰ってくんのめんどくせえ。やめよう。俺はもう平和に、村人が寝てる横で俺突っ立ってるわ。それはそれで違う。それはそれで。だって、寝れないんだもん。白猫がいる。寝ぞ。今、砂ね、自分でも集めてる。池の周りの。いいね。うん。どうしよう、これ。ここの村、火事や、多すぎ。あ、ゾンビじゃなくて、雲。あ、いるよ、ファントム。入る。ファントムそっちに行ってんのかな？こっち全然いないんだよね。かもしんない。うわ。フリースタイル。それは激アツ。いやー。どうしようか、でもなんかずっと村にいるのもな。村の人に申し訳がないよね。そうね。旅立つ？いや、旅立ちはしないけど。うん。どうしていけばいいかな。だってさ、トンボ。そうね、まあ全然いいけど。いけます？二つあるんだよね。片方行ってみる。片方行くか。あ、いた。
たいな。いや、すげえ。見ますか？クリーパー。怖っ。一回アイアンゴーレムの影に隠れて、やり過ごす。頼む。やってくれ、あいつを。って。あ、めっちゃ湧いてる。ねえ、大丈夫？そこ。ほんとだ、めっちゃ湧いてる。やばいね。やる？これ。時間もったいなくない？こいつら。もったいない。やった方がいいかも。ん？やばいな、これ。やばい。どうしたの？多分10体近く湧いてると思う。やば。これから一生湧き続けちゃうから、そう。まとめてこの村で、アイアンゴーレもいることだし、やっておくのもあり。いた。できるだけ潰しといた方がいい。ね。あ、この屋根強いな、マジで。屋根に引っかかる、こいつら。なるほど。だから、この屋根の近くに。家の周りか。そう。おお、強い。ゴーレムありがとう。俺もそっち行きたい。そっち行きたい、俺も。結構もう地獄ですよ。ひたすら。見たい。来た。来た。チャンス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 。家の、家の、縁側に、縁側？逃した。軒？軒下？わかんないけど。しかもゴーレムがなんかさ、うん。たまに、あの、ストライクするね。ストライクじゃねえや。攻撃してくれんの？そう。しかも結構ね、ドストライクというか。あ、ほらほらほら、今。ほんとは。ありがてえ。ありがとう。来た、いる。いけ。あ、来てるよ、来てるよ。来た、ナイス。ナイスって自分で言っちゃった。いいよ、ナイス。いいよ、ナイス。ふふ。おー、ごめん、なんでさ、そんなことある？最悪。それは、辛い。げついわ、今の。きつ。見てないけど。きつ。あ、いた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 。俺をやったゴーレム。うわ、待って、クリーパー。チェストって、中か。中、中、中。ありがとう。めっちゃいっぱいある。俺の分とちょっと一緒になっちゃってるけど。ギャラと。よし、行こう。いやー、ありそうではないね。海。そうだよね。本当に山岳が広がっちゃってるから。ねえ。あ、でも、あ、この水は海に続いてるかな？続いてるかな？あ、あ、いいんじゃね、いいんじゃね？あ、で、右側見て。海じゃん、これ。な？お、お、海じゃね、これ。昆布が見える、昆布が。行ってみるか。うん。お、それはでかいな、昆布は。昆布はでかいよな。でかいな。昆布の、あ、待って、ウーパールパいる。え、ほんと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 。これはチャンス？ウーパールパ何匹？イルカってバケツに入ります？入らないっす。入らないか。バケツに。やばいな。初めて聞いた。あ、熱帯魚もいっぱいいる。嘘。マジ？ほんと？ウーパールパ行くよ俺、ウーパールパ。オッケー。それは今回ついてるな。来てる来てる来てる。来てます来てます。熱帯魚の。ゲチ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 。取った。ナイスナイス。この音取った。でかいな。いいね。イルカ。早っ。待って、泳ぐのクソ早くなった。とりあえずじゃあ俺熱帯魚取りまくるわ。オッケー。これは今ウーパールパ取った。これは意外と早く終わるか。ね、終わるかも。終わるかも。あ。イルカちょっとさ、持ってきたいよね。え、無理なんだが。あ、ハリセンボ、ハリセン、いた、いっと！それ毒になるよ。毒、いた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 。ハリセンボンってあんな強いんだ。そうだよ。なるほどね。舐めてかかると死ぬで。おぉ、ピッと飛んだ。ね、今何匹ぐらい取った？熱帯魚。4匹しか取ったな。オッケー。乱獲しよう。てか待って、水中採掘ないでこれ、いた。あ、
あいつがいる。何？あの、ピッピッ、あの、あれ。痛い。あ、逃げた方がいい。トライデント持ち。うん。逃げたいんだけど。そう？きついかも。ダメかな、これ。いける。いけ、来い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 。いけるか？大回りしてって、背後を取られないようにして。いけるか？いける！乗った！危ねえ！危ねえ！ゴー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 。先に進もう。見せ合いしようぜ、魚の。え、そんなことしてる暇ないから。千年、ねえ。千年代と。いや、お前だって、この状態でお前夜になってみようって。あ、終わる。潜ります。潜ります。潜れ、アマさん。はい。よいしょよいしょ。うわー、これね、全然。これスコップか、もしかして。ドラウンドだけちょっと気をつけて行きましょう。オッケー。スコップ持ってる？持ってるよ。スコップ取ってみて。オッケー。でもこれ効率強化できてるから。あ、バチバチに硬い。あ、もうね、無理。これはね、あれかな、ピッケルか、これ。ピッケルだね。持ってる、ピッケル。ピッケルは持ってるんだけど、全然折れそうにない。いた。うわ、またいるわ、トライデント。やっぱり死ぬかも、俺。トライデント持ち？うん、ごめん、マジ死ぬかも。しかも2体いるわ、多分。やばい、本当にやばい。今ダメ。HP 出るぐらい？今 2.5。今ちょっと陸に逃げてる。逃げれそう。大丈夫？いた。あ、もう、溺れ死んでしまった。もうやだ。それは、食いようがねえ。食いようがねえ、俺バカだ。食いようがねえ、バカだ。しかもこれ夜になっちゃうし。最悪。耐久戦はいけるけど、アイテムの回収がきつい。うん、エンターチェストですね、これは。そう。うわ、てか、食べ物を取ってくればよかったな。メダルで買えるわ、最高。3体追加。やばすぎる、ほんとに。めっちゃ、ほんとに。やばいなぁ、マジで。マイナス1200のマイナス400。オッケー。マイナス1200のマイナス400。オッケー。オーマイガー。あるな。あるあるある。決まった。オッケー。いやー、悔しい。ドラウンドってか、思った。ファントム。ファントム、マジきついなー。あのね、数が増えるのがね、一番きつい。一旦、トンボのやつも見てくるね。うん。うん、ありがとう。やろうな。トンボ死んだのがあるかな。陸の近くだった気がする。陸があともうちょっとって時に死にましたね。残ってないな。きっちり。了解っす。じゃあ帰りますか。帰ります。帰る。オッケー。うわー、マジで最悪。でもまあ場所分かったから、またここ来れば取れるか。そうね、意外と近いってことが分かったからね。マイナス1200の。うん。
うん、もう二度と忘れないその座標。ちなみにね、2個目のピラミッドがあるんですよ。いやー、行こう。壮絶だな。うん、ピッケル持ってる？持ってない。全くね、持ててないね。じゃあちょっとそこで待ってろ。ちょっと上の方でさ、俺あれ探してるとか、てか、うん、ああ、じゃあ、ワカメ取ろう。ワカメ。うわあ、これさっき俺が捕まえた魚だ。ああ。くそ。くそ。悔しい。よし、かーん。かーん。おかえり。起きた。泳いでる、泳いでる、泳いでる。泳いでる、泳いでる、泳いでる、泳いでる。いいね。もう一匹。お、はい。泳いだ。お、来たー。かわいい。上向いてる。かわいい。ね。ダメージを。痛い。もっと長く見てたのに。うおー、すごい。すごい。早いんだな、泳ぐの。いや、そりゃそうだろ。水中生物なんだから。むっちゃ速くないこいつ。熱帯魚話せるかね。熱帯魚反対側でも話してみる？うん。ああ。OK、反対側でじゃあ話すね。ウーパールパが食べちゃうの？殺しちゃうの？殺しちゃう。殺しちゃうんだ。敵判定だよね、多分。そうなんだ。うんうん、あのもう俺らの敵と思うやつは全員戦ってくれるから、それで。あ、そうなんだ。いいやつなんか悪いやつなんかよくわかんないね。そうなのよ。いいやつか。てかマジ熱帯魚の話し方を知りたいんだよね。右クリックなのか長押しなのかよくわかんなかったね。なんかバケツごと投げても放てないし、どうやってるのか。そんなことないよ。おい、ほんとだ。なんで俺らさっき全然できなかったけどね。ね、全くできなかったよ。なるほど。うわ、かわいい。すごい。泳いでる。あれ、 ちっちゃい魚もいるね。デメ、ね、デメキンみたいなやつ。てかあれフグじゃね。嘘。これフグなの？多分あれフグだと思う。これ間違えるわ、普通に。これでしょ？ほら、ほんとだ。ほんとだ、かわいい。恐れるぞ。うん。毒から。やばいやばい。そう、こんな感じで、なんかサービスショットしてくれるんだけど、めっちゃ。サービスショット、言い方。ありがてえな。いや、これ絶対夜可愛いよね。ね。てか、光欲しいな。グローストーン。うん。いいよいいよ。グローストーン貼ったらもう絶対綺麗じゃん、これ。いや、シーランタンでしょ。これシーランタンあんまよくわかんないんだよね。海底神殿か。海底神殿の。白いやつでしょ、あの。そう。色がなぁ、もうちょいなぁ。レア欲しいよね、レア。千分の一。そう。水色の。いやきちい。何色いるの？ウーパールーパーは全部で、6色とか7色だった気がする。結構いるんだ。うん、コレクションしたいね。まあちょっと水色きついかもだけど。いや、水色絶対取るよ。マジ？動画のために。
まあそうだね。多分一番確率的にはあれよな。繁殖だよな。そう。繁殖するんだね。でも熱帯魚集めるのクソ大変。無限、なんか、ウーパールーパーが発生する場所が分かっちゃえば。ああ。でも、あそこでもよかったよね、俺らが行った海のところ。あの広さでこの少なさよ。まあ確かに。それでいて1000分の1なんていう確率っつったら、相当だよ。うん、まあ熱帯魚狩りはしよう。で、繁殖か。まあ、熱帯魚狩りつつ、ウーパールーパー探しつつみたいな感じになるね。うん。いやかわいいな。実際にリアルでもウーパールーパーは最強なのかな、水中。なことないだろ。じゃあなんで最強なんだろうね、ここの。でも50匹でガーディアン倒せるよ。海底神殿クリアできる。50匹も多分いらないと思う、ウーパールーパーが。うん、じゃあ、あのガーディアンより強いんだ、エルダーガーディアンより。強いっていうか、まあ、大群でいけば勝てるんだ。そうそう。まあ、あれ、ターゲットは1しか狙えないから、あ、その間に。レーザービームみたいなやつね。そう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 。あとは、魚をいっぱい入れて。熱帯魚と、ウーパールーパーと。うん。あと、なんかいるかね。そんぐらいか。持ってこれるもんって限るのはそれぐらいじゃないかな。そっか。めっちゃきついけど亀はいける。ボート乗せるのか。そう。うわ地獄だな。まあ、ちなみにいけなくはないね。亀は水中じゃないと生きていけない。陸だと。いや、陸でもいける。ほう。なるほど。リードってつけるられる。リードつけられる。あ、じゃあ引っ張ってこれんのか、カメ。一応この上まで。まあそうだね、今後またどん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 進化させていこうじゃないか。そうだね、サンゴ礁も置きたいし。よし、じゃあまた次回だな。うん。あああいよ、トンボ来いよ。あ、あ、あ、そういう感じ。あ、あ、あれ。ねえ、あ、ね、なんとなみんな水中の中でバイバイかと。なるほど。いや、取っちゃってる取っちゃってる、昆布取っちゃってる。うん、待って、これフグのところじゃん。あ、やばい、やばいやばい、頑張れ頑張れ。3、はい、2、1、えいちょっと待って、待ってさすがにさ、ちょっと久しぶりすぎてさ、わかんねえや挨拶が。はい、トイボックスのカルタと、トモと、花火です。はい、ということでね、はい、やってまいりました、うん、今日もザ・ウォーキングベッドやっていきましょう、はい、2週間ぶりの撮影ですね。そうだね、はい、久しぶり。まあ2週間の間に僕たち何してたかというと、経験値をね貯めてました。かかりすぎだけどね、2週間、はい、2週間も かけてないけど言うてっていうことで、今回は、まあ後ろにね、うん、かなりうるさい経験値トラップありますけれども、うん、花火が作ってくれたね、それでみんなそれぞれ経験値集めてたと思うので、うん、今回はエンチャント祭りをしたいと思います。イエーイ。最強武器を作っていこう、装備をね、やっていこう、はい、まあ、まずあれかな、あのちょっとした経験値トラップ見る？見る一応。うん、ちょっと沈めとくか、あと。そうね、そうだね、うるさいから。うるさい、やばい、うるさやばいな、音。はい、これね、俺が作った時全然違うかんね、これね。ね、そうそうそう、まあ、かなりね、あのちょっとやってる間も、経験値貯めてる間も暇すぎて、まあ、いろいろやってたりしたんだけど、うん、そうそうそう、まあ、かなりいろいろ変わりましたよ、ね、ここもね。変わったね、うん、変わりすぎかな、うん、変わりすぎ、そう、変わりすぎ、うん、
で、まあ、それぞれ経験値集めてきたと思うんですけど、僕頑張りました。今何なの？今ね、経験値102です。やば。やばくないこれ。やばい。はいはい。じゃあ、早速経験値じゃねえや。エンチャントやっていこうか。ただ、はい、ちょっとここじゃうるさいから、うん、下にあるね、うん、もう一つのエンチャントの台のところ行って。ふうじゃん。はい。お、これ、スライム。スライムに落ちれなかったわ。よし。でね、ちょっとね、まあ、準備入っていく中で、報告なんですけど、うん、まあ、経験ストラップでかなりね、弓とか、他のダイヤのツルハシとかも、強いものを取っちゃったりとかしてね、うん、いくつか残ってんだけど、うんうん、やばいよね、本当に。修繕フレームとか、フレーム無限、フレーム無限のダメ増加みたいなね、最強の弓3つと。弓は1個最強なのあるからね。そう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 。あと、ダイヤモンドのツルハシもね、かなりいいものばっかで。ね、やばすぎる。えぐすぎるって。あと人数分ね、シルクタッチがあるっていう。うん。確かに。そうそうそう。ちょうどシルクタッチを見つけた時の俺の動画がね、あるんで、どうぞ。はい。多分映ってる今頃。俺がめちゃくちゃはしゃいでるやつを。あと、幸運のやつかな多分。幸運ね。そうそうそう。幸運さんかな、うん、えぐいよね、普通に。えぐい、ね、えぐい。幸運さん2つあるよ。あ、3つあるよ。2つか。多分それぞれみんなね、引いたんだと思う。そうそうそう。これも幸運。幸運さんそれぞれ普通に考えてやばすぎ。じゃあやっていきましょうか。まあ、まず前半はね、トンボと花火がどん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 エンチャントをやっていくということで、ね、僕は見てるだけなんですけれども、うん、いやー一番欲しいのは俺、うん、落下耐性なんだよな。落下耐性か。そう。あ、じゃああれだ、俺その間にさ、ちょっと上の方でさ、経験ストラップの方で、うん、エンチャント一回いくつかしてたさ、うん、やつ持ってくるよ。ああ、オッケーオッケーオッケー。じゃあその間にやっといてください。はい、これは当たり。じゃあいきますよ、スタート。はーい。あれですよね、防具につけるんですよね。そうだね。まあ何でも何でも。オッケー、どんどんやっていきましょう。いやー、どうなんだこれ。え、もうポンポンいっちゃう感じ。あ、いってるね。いや、まあ厳選はするでしょう。確かに。ポンポン行くって言うだってね。なんか反応、あ、いやー、水中呼吸はいらんのよな。最強ですから。強いじゃん。水中さ、水中呼吸3。強いかこれ。え、強い強い強い。強いか。全然いいじゃん。お、やばい、これ水中呼吸、水中採掘、耐久3だって。うん、もう、海に、海の男だよこれ。海の男の、ね、海の男、海の男の防具。アマくん。いいじゃん。アマくん。ダメつけるよ。アマくん。うん。拠点も大きくなったな。めっちゃでかいよね。うん。うん、どんどん取れてってる？いや。そう。花火の調子はどうですか？今ね、あ、来た。何何？ね。うん。頭に火炎耐性3で、うん、チェストプレートとレギンスに火炎耐性4がついてて、これで合計11だから、あと足をつけるだけ。こんなに早くね、出てくるとは思わなかった。え、待って待って。結構スラスラ出てきたな。やばくない？え、俺まだ。え、どうしたらいいんだこれ。水中発掘とかはさ、これはこれで、新しいヘルメット作って、そっちに、火炎耐性とか。なんかあれよな、先に、そう、今回、その、ネズナ用のね、防具を俺は作ろうと思って、だから火炎耐性探してるんだけど、うん。まあ、経験値にまだ全然余裕あるから、うん。まあ、ねえ、ガンガンってやつ、水中用のやつとか作っちゃってもいいと思うし、なるほどね。うん。めちゃくちゃできるね、エンチャント。めっちゃできる。めっちゃできる。やばい、これ。あ、水中、なんで水中系めっちゃ出るんだよ。水中採掘？どうしよう、これ。まあ、経験値あるけどさ。どうなんだ、これ。あ、爆発耐性4だって。これやばい。
おー、いいね。いいじゃん。でもそれしか使わなかった。俺も作ろう。鉄の防具と合わせるときは鉄の防具じゃないといけないらしいから、結構鉄が使われてしまうかも。まあでも鉄いっぱいあるからね。確かに。なんだかんだ言って結構取ってきたから。めっちゃあるよ。めっちゃあるよ。よし。たら、どうしよう。前にも、前の動画でも話したかもしれないけど、そのエンチャントって、うん、エンチャントできるものとできないものっていうのがあって、うん、例えば、ヘルメット系だったら、防具系だったら、修繕耐久力とか、うん、あと水中呼吸とか、棘の鎧っていうのは、うん、まず1個あって選択肢として。で、その次にダメージ軽減、うん、なんとか耐性、飛び道具耐性、火炎耐性とかっていうのがあるんだけど、これが1つずつしかつけられないの。うん、おー、なるほど。そう、だから、基本的には耐久力、あとは軽減系のもの1つずつみたいな感じかな。その軽減系の中に火炎耐性とかも含まれてる。そうそう。だからダメージ軽減プラス火炎耐性っていうのはできない。じゃあもう俺らはさ、もうダメ、火炎耐性一択じゃん。あ、そうそう。ネザーに行く場合は火炎耐性は必ずつけられる。で、あとは耐久力かなっていう。耐久力と火炎か。面白い。なるほど。結構じゃあもう、狙うべきものが。そう、決まっちゃってる。今回はネザーと。そう。うん。で、ま、これ。最強はダイヤでやればいいしね。そうそうそう。言い忘れてたんだけど、ネザーだと金装備絶対一つつけないといけないから。確かに。金装備は ね、金装備はですね、下にめちゃくちゃあるんで、武器庫の方に。僕が作ってる、経験値ラップやってる最中、ずーっと修繕しまくって。いや。半端じゃないぐらい修繕してるんで。金はたくさんありますよ。もらっていいっすこれ一個じゃどんどん、どうぞどうぞ、頭でも何でも。じゃあ俺は頭かな。頭が一番いいよね。そうね。落下耐性とか足についてたら。ステンジャステンジャ。火炎耐性ね、あるともう、なんだっけ、火吹くやつ。ガスタじゃない。なんだ。ああ、あれか、ポテトの方か。ポテト。フレームじゃない。あ、そう、ブレイズ。ブレイズね。ブレイズが、あれじゃん。強くなるよね。もう何も感じないみたいな。じゃあ俺ももうやっちゃおうかな。もうみんなそれぞれ作っちゃうか、そしたら。なんか我慢できなくなってきちゃった。じゃあ僕も始めちゃいます。うん。はい。はい。お、火炎耐性3来ましたよ、もう。ついに。おぉ。頭。チェストプレートさん。あれ、このタイミングで壊れた。あ、3、何つんだっけ、金床壊れた。火炎耐性3。あとでいいや。ちっちゃいやつにしとこう。遠距離攻撃が多いから。耐久力3。なんだ、耐久力ただ3だけど。金床でやってほしい。お、火炎耐性3のレギンスゲット。そして耐久力も3。火炎耐性はあるんよ。耐性。くそ、火炎耐性はあんのに。あ、ダメージ軽減。あ、いいやん。え、待って、これで俺胸は完成したわ。で、あとは、足だ。お、水中歩行さんがたくさんあるな。持っといた方がいいわ、いいよな。まあ、一応、今後のために。そうね。うん。火炎耐性4。やばっ、やばいやばいやばい。火炎耐性4の水中呼吸3。おぉ。どっちも使えるやん。確かに。水陸両用だ。ね。どうしよう。むずいな。落下耐性つけたいんだけど。じゃあ今45ぐらいだから、こっからもう、組み合わせていっちゃおうかな。そうね。そうした方がいいね。ね。これもったいないか。いいのか。あ、もったいない。あ、いや、いいか。OK。ねえ、レギンスカート、俺が必要なのは。いやー、むずい。あ、てか、やばい。経験値もう行き過ぎた26になってた。
やばい。え、待って、これ限界なの俺の。赤ちゃん。赤ちゃん。俺の限界これ。考えて。あ、でも、それでも、言うても結構、まあ強いの。あ、レギンスが微妙。レギンスが微妙。めっちゃ減ってくな。やばい、レギンス。やばいね、槍が。やば。レギンスがゴミだな、俺。レギンスがゴミ。え、マジでゴミなんだけど。どうしよう。あ、やばい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 。金のヘルメット、火炎耐性ついた、ついに。おぉ。ラッキー。火炎耐性5です。あ、4ですね。いいじゃん。いい。ちょっと、耐久力3のエンチャント棒もらいます。もう仕方がないもんな、これに関しては。いや、でも、最後まで戦う。え、てか、いくつか俺のあげようか。え、いいの？ください。いいよ。ください。何が欲しい？レギンスのね、火炎耐性欲しいです。レギンスの火炎、ない。オーマイガー。じゃあちょっと待ってね。一発で当ててみるわ。いや、ダメージ軽減4なのよ。だからもう火炎耐性はなくとも、ダメージは軽減できるっていう。はい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 。なるほどね。つまり、マグマダイブした時に死ぬと。いや、だけど、ま、ちょ、聞いて。ん？火炎耐性3が1、2の、2個ついてる。だから、6でしょ？うん。だからまあ。装備で6。ああ。死ぬな。待って待って。どうな、俺はどうなんだろう。火炎耐性3と火炎耐性3が2つある。うん、6。いや、死ぬな。同じマグマダイブしたら死ぬな。あ、同じか。あ、待って待って。火炎耐性4あるわ。金のヘルメット。そうは433？ 433。あ、じゃあ大丈夫だ。よし。ギリ生きる。あー。え、てかさ、火炎耐性ここなかったっけ？俺に1個使っちゃった。あ、使ったんだ。そう。そしたらもうないんじゃない？そしたら、ないね。じゃあ、最後ちょっとラストチャレンジ金で。金の頭で。で、ちょっとあれ、ブーツあるんだっけ？火炎耐性。あるけど、ラッカー耐性つけなくてええの？待って待って、今ね、火炎耐性1のレギンス見つけたよ。欲しい？ 1 か。1。もう1はあるんよ、俺も。感謝せえ。でも組み合わせればいいじゃん。あ、そっか。1同士で？そう、1同士で。多分4ぐらいしか。今上げたよね、多分。ほんとだ、ありがとう。で、まだ作れるから言うて、レギンス。ちょっともう一回やってみる。2までには上がるよ。あ、火炎耐性1またゲット中。耐久力2あるよ。いる？はい。欲しい欲しい。ありがとう。これで。これ組み合わせればいけんじゃない？レギンス、レギンスで火炎耐性2になります。優しい、俺。ありがとう。優しい。ありがとう。優しい。あ、火炎耐性4、4がある。ブーツ、レギンスで今。あれ？でも、経験値30ないと出せません。なるほど。はい。残念。残念ですな。残念です。よし、オッケー。もうこれで俺は戦う。オッケー。耐久力もまあ、全部にあるね。で、落下耐性、火炎耐性だけど、まあ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 。マグマの上に落ちれば、ダメージないんで。落下のダメージは。いや、で、マグマのダメージも食らうからね、一応。なんか。あと武器ですよね。そうか。そうね。武器は、一応まだ幸運持たなくていいかな。持たなくていいんじゃない？シルクタッチ。ここら辺は重宝しとくか、まだ。うん。いやー。やばいな。次に始まるネザー冒険が。ね。ね。あと、弓ですよね。そうね。そっか。うん。弓は、ちょうどあるんで、それぞれ取っていきましょう。僕もね、最強のやついくつか作ったから、一つかな。俺も今さっき作ったから。あ、ほんと？新しく。おう。これ、武器庫の方に、この、なんだっけ、鉄装備たくさんあるところに、あるんだけど。オッケー。ジャンク品ね。あ、ここにあったんだ。そう、上にね、準備してあったの、確か。これはレアだから、ちょっと見ようとこ。用意周到なんで、僕。いやー、ネザー楽しみ。ね。いや、これダイヤ装備になったらかっこいいだろうな。
体験して、うん、うん、まあ、僕たちはまだひもじんでね。そうね。ね、うん、もうちょっと、もうちょっと先ですけれども。もういよいよだな。大丈夫かな。何が、いや、なんか不安なんだけどね、ネーザ。いい、俺ら行ってくるから。俺すばん。俺だけでも行くから。うん、そうだ。俺すばん、俺。そうそうそう。いや、悲しい。待ってて。いや、ずっと、あんなに、ずっと麦やってて。あんなにエンチャント頑張ったの。何の役に立つの、エンチャント。ずーっと麦やってて。あとは食料持って。弓どこにあるんだっけ、上、弓ね、上にあるよ。上か。あ、でもこれ強すぎて、ちょっとなんか、俺が使えないんだけど。怖くて。そうそうそう。あ、でも全然いいよね、普通に。フレーム無限。いや、右が強すぎ。左もこれ。そう。多分めちゃくちゃ強いやつは俺作ってないやつだから、いいよ。組み合わせたやつは多分俺のやつだね、これ。そう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 。じゃあこっち使っていい？このフレーム無限ダメージさ。いいんじゃない？やっぱ無限持ってった方がいいよ。うん、そうなんだ。弓かさばっちゃうから、あのやろうね。そうね。多分みんな持ってるの今無限の方だと思う。あ、そうなんだ。俺だけなんかさ、うん、イニシエのさ、すごい弓を使ってたんですと。射撃あの俺が名前命名した。そう、射撃ドメインさんの。これ大事に使ってやばすぎでしょ。これ卒業かも。卒業なのか。ありがとう、今まで。また強くすればいいさ。ありがとう。すごい弓。マジ子供だよな。子供だわ。すごい弓。いや、釣り竿もそんな名前じゃなかった。そう、すごい釣り竿にして。ポケモンかよ。ポケモンね。これね、すごい釣り竿。大丈夫かな。俺はもう、OK、オッケー。俺もね、ある程度オッケーになったかな。うん。楽しみ。完璧、ね。いや、完璧ですよ。じゃあちょっと、ファッションショーします。ファッションショー。ファッションショー。ページ開いて自分の。ああ、うん、そういうこと。そうそうそう。いいんじゃね。待って、一瞬一瞬。OK。いくよ。じゃあ、うん、私からいきますね。はい、うん。はい。僕はですね、今音楽がね、変わりましたよ。なんかかっこいい、ファッションショー的なね、感じの。パリコレですから。そう。クラコレ、クラコレ。クラクラコレ。これクラです、これクラ。これクラ、うん。じゃあ僕は、金のヘルメットが、火炎耐性5の、耐久力3です。うん。で、チェストプレートが火炎耐性2の耐久力3。で、火炎耐性3の耐久力3のレギンス。うん、で、落下耐性3の耐久力3の鉄のブーツです。火炎耐性9だった。ガチガチだね。ガチガチ。そう。で、ダイヤモンドの剣がドロップ増加2のアンデッド投稿4のノックバック2の範囲ダメージ増加が2の耐久力2。つけられるの全部つけた感じだね。つけた感じ。そうそうそう。で、弓が射撃ダメージ増加4、5かな、これは。5の耐久力3無限フレイム。これえぐいね。うん。うん。フル装備やん。です。やば。やばいね。やばい。うん。激アツです。いいな。そう。いいな。あざす、あざす、あざす。これが100か、経験値。です。経験値の差出たな。そうですよ。まあ、100以上ですけどね、本当は。では次、トンボ。あ、僕はですね、ま、花火から行こうか。はい、え？あれから行くか。花火から行く。オッケーオッケー。ヘルメットが、鉄ヘルメットが、火炎耐性3の水中呼吸。うん、うんうん。で、チェストプレートが火炎耐性4の耐久力3。うん。で、レギンスが火炎耐性だけ。で、ブーツが落下耐性2の爆破耐性2。おう。で、剣はね、これ、ダメージ増加1しかついてないね、これね。使いかけの剣だから、これ。なるほど、なるほど。で、弓がで、うん、射撃ダメージ増加4の耐久2フレームの無限だね。強いね。強い。強い強い。弓が。正直、フレームの弓がめっちゃあるからね。そうね。そう。7本ぐらい上にあるよ。めっちゃ作れるだから。うん。やばいな。そう。無限もあと2つあるから、まあ、なくしてもね。問題なし。いけるでしょ。問題なし。ぐいや、いいね。なるほど。うん。じゃあ、最後、
決めちゃってよ、トンボくん。いや、ね、プレッシャーがえぐいな。はい、僕はこちらです。はい、まず頭が、耐久力3の飛び道具耐性4。で、ちょっと、うるさい。で、胸が、火炎耐性3の耐久力3。で、うん、レギンスが火炎耐性2の耐久力2。で、足が、水中歩行3の火炎耐性3の耐久力3。です。でも詰めてるところ詰めてるね。そう。だけど、ま、ちょっといらん。ちょっと微妙なんだよね、正直。落下耐性つけたかったんだよ。俺が一番落下しそうだからさ。はいはいはい。そうそう。そうね。つけらんかったから、ちょっとなって感じです。で、剣がこちら。ダメージ増加3の、範囲ダメージ3のドロップ増加2でも、これが俺の最強、俺史上最強の剣。です。これ以上強い剣持ったことない。ちょっと今緊張してます。緊張してます。はい。いいね。で、いやはい、そんな感じです。はいはいはい。はい。なるほど。いやだいぶいいっすね、みんな。ね。もう、キラキラに光ってるもんな。確かに。ギラギラよ。輝いてるよ。うん。はいよ。マジで勝てる気がするわ。ギラギラ輝いてだよ。ほんとに。確かにね。うん。大丈夫か今、調査っけ。多分大丈夫だと。大丈夫。ジャスラック入ってるからね。入ってる。よかったよかった。アフロックではないよ。知っとるわ。ジャスラックだよ。いやーでもかっこいいなみんな。ね。うん。普通にかっこいい。いやーこれでね、次ネザーですよ。攻略しますね。攻略しましょう。余裕でしょ。余裕だよ。余裕だよ余裕。ね。死ぬとかありえないから。そうそうそう。まあね、ネザーに行って、まあやりたいこととかね、揃えたいものとかまだまだたくさんあるからね。そうだね。うん。ちょっと、現実世界から、ね、おさらばして、一度、あの世に行きましょう。イエスサイエスサということでね、今回エンチャントめっちゃやったけれどもということでね、エンチャント祭り楽しかったね、うん、そうだね、ついに僕たちの目指してた 30% のところまで来た。間違いない。 30% のところまで来ましたから、ね、ようやくよ、ようやく、ようやくそうだね。じゃあ次回はね、ついにネザー探検、そして、うん、エンダーチェスト揃えましょう。作りたいね。作りましょう。大事な。うん。はい。うん、ということで、今回の動画、2週間だからね、空いたのが、めっちゃ締まりが悪いわ。締めが難しいわ。まあ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 。ということで、頑張っていきましょう。はい。Yeah. レディゴー。はい、どうも。トイボックスのカルタと、トンボと、アナリーでーす。さあ、ついにやってきたよ。前回のね、エンチャント祭りでね、装備強めたきたけど、ついに目的のネザーに行ってくると。いやー、いいね。負ける気がしない。負ける気がしないね。ようやくね。ようやく。ほんとに。多分一番最初にお前が死ぬんだよ。絶対トンボ。絶対トンボ。え、どういう死に方、まあ分かった。死ぬのはいいよ。キャップで死ぬのは死ぬとして、うん、どういう死に方をするか。うん、俺に押されて死ぬんだよ。やめろ。お前、それはちょっとやめてくれよ。俺がピグリン要塞で、トンボの道塞いで、殺させる。ピグリン。これやばいな。どっちもやばいな。殺人やん。ただの裏切り。ね、うん。ということでね、やっていきましょう。はい、まあ、ただ、はい、うん。一応今回のネザーのね、目的としては、まあ、いろいろあるんだけど、うん。あれですよね。エンダーチェスト欲しいと。欲しいね。要塞探しながらね、ちょっと作りたいよね、そろそろ。そうね。うん。要塞探すのにどれぐらい時間かかるか分かんないけど。まあ確かに。まあ冒険しながら。うん。行きましょうか。行こうかな。うん、はい。花火がね、とんでもないものを作ってるんで。そう、作った。ちょっと見に行きましょうよ。楽しみ。行きますか。行きましょう。もう見えるっていうね。やばいよな、普通に。やばいやばい、なんか、異次元のなんか、明らかに雰囲気違うやつがあるんだけど。宇宙の、宇宙の。あれこれ泣く子泣く子泣く子の、泣く子ゲート宇宙と交信しそう。いやいや、もう作っちゃうね、これ。エグすぎでしょ。エグエグ。うん。宇宙ステーション。宇宙ステーションこれ。あ、ないな。黒曜石あと2つ足んね。おい
テストから持ってこないと。紙テスト。え、これなんかイメージしたの？何をイメージした？え、これね、俺もね、あの動画の方でね、参考にさせてもらったんだけどね。そういう感じなのか。そう。結構なんかね、ファンタジー系のやつで、うんうんうん。もう、ぽいじゃん。いかにもって感じだよね。うん、ぽい。うん、あ、魔王出てきそうだもん。ほら。いいね。うわ、かっこよ。かっこよすぎる。かっこいい。めっちゃいい。じゃあ、行きますか。なんか装備が同じなんだけど。双子双子双子。あの、装備は同じでも中身違うんですよね。いや、ちょっと。まあ、そうだけど。一瞬しないで。それはちょっと違う。え、このネザーでどっちがね、生き残れるか。これはもうね、出ますよ。でも俺は生き残るとかじゃないから、もう。あの、そんなね、うん。なんていうの、稚拙な考えじゃないから。そうなの。稚拙な考え。え、もう俺はエンダーチェストを取りに行くっていうね、あの、死ぬ生きるっていう、もう概念じゃないんで。なるほどね。はい。目的のために命も捨てると。あ、そうそうそう。アイテムも消えちゃうけど。いや、意味ないじゃん。マジで意味ない、それ。本当に意味ない。いやー。ワクワクだね。ね。ワクワクするね。行くか。行こう。早速。おう。いいよ。行きましょう。どうぞ。トンボ行けよ。失礼します。一発目。行きますよ。うん。うん。そこは、マイケル・ジャクソンで行かないのね。あ、行くと思ったわ。やばい。え、これ行ける。あ。行きます。バイバイ。みんなバイバイ。気をつけてね。花火消えたぞ、やつ、あ、やっと。ね、よし。ちょっと待って、待って、来ないで、来ないで、行くか。探るかも。じゃあ、俺も行きます。はい。9と4分の3番線。行け！ではでは、私も。はい、お、やばいよ。リッチ良くないか？いい、いい、いい。これ、あ、なんだっけ？灰の世界だっけ？灰の森だっけ？灰の世界じゃない。これは、でも。青森？青森、そう、青森。森でもないな。え、でもさ、ほれ。魂の。これ。これ見つけましたよ、あの。何？砂。お、ソウルサンド。ソウルサンド。でかい。これはでかいんですよ。これで俺ら、ようやくあの、はしごを登らなくて済む。はしごを。あの、命をかけて。そうそう、だいたい30秒ぐらいかけてね。登る。あの、はしごの。時間の無駄ないよな。マジで時間の無駄あれ。そうそうそう。間違いない。いや、俺も取っていくか。いや、いいね。いいね。どうしよう。始まりました。ネザー。ネザー。確かに。うん。だから。いや、ネザーすごいな。なんか俺が昔知ってるネザーってさ、こんな、うん、バイオームなかったからさ。そうだよね。ワクワクするわ。うん。結構最近もしかしてこれ。最近、16ぐらいじゃないかな。去年ぐらいじゃない？うん。去年か一昨年ぐらいからいろいろまた増えてってね。そうそうそう。すごいな。なかなか活かしてるよね。ね。うん。俺にぴったり。ちょっと、反応に困りますね、それは。なんて言ったって、俺は活かしてるから。認めたくない。うんと言いたくない。ってことは多少思ってるってことだ。認めたくない。違う。多少思ってるけど認めたくないってことだね。違います、違います。いいよ、いいよ。何なんだ、こいつ。お世辞言うようになったね。何なんだ、こいつ。お世辞でいいの？いいよ、いいよ。お世辞でも嬉しい。そうなんだ。はい。あ、グローストーン。あ、危ねえ、危ねえ。これグローストーン。取りに行けねー。グローストーンに釣られて足場を滑らすパターンだった、今。見えた今ちょっと先の未来見えた今結構高い位置にいるね今これねねあ本当うん周り見る感じ結構高いところかも怖いワンチャンこれブランチマイニングかもしれないなあでも一応ね反対側は続いてるほうどうするどっちから行くどっちでもあこうなんか骨もあるじゃん骨ブロック取ってこいよいらねえいらねえすぎるしいらねーなんでもあるしいらねえよしもう自然ことあるんよ行きますかはい行こうこっからいやー楽しい
早い。早すぎる。もうすでに。楽しいが早すぎる。いや、うわ、これソウルサンド歩きにくいな。そうなんだよね。そう、ソウルっすね。いや、無理やりすぎやろ。ちょっと待った。あ、これ青い炎だ。止まりだな、結局。じゃあ、ここ突き抜けます？そうだ。そうだね。よし、じゃあ行きますか。は、うん、い。じゃあ、僕が前に進みますね。はい。オッケー。マクマが来るかもしれない。穴掘り、カルタだ。早っ。あ、開いた。開いた。いや、もう。あ、またね、でも、行き止まりっす。こっち側行きますね。行け行け、穴掘りカルタ。てか、まださ、ピックマン見ないね。いや、見る場所なくない今。ね。ないまだまだよ。コメント適当すぎる。嘘。間違いねえ。あ、もう、ネザーといえばピックマンみたいな。そうだけど、あ、でも確かに敵はね、見えないよね。うん。こっちもね、通ったけど、正直ない。あー、なるほど。ます。どうしよう、これ。こっちは左。左か。いや、多分ね、バランスなんじゃない？こう降りる？うん、降りていく感じで行こうか。おーい。広いな、この場合は。危ねえ。なるほど。さあ。スケルトンがいる。なんでだ？スケルトンはいるよ。これ赤森いいんじゃね？ね、何このゲート。恐竜の化石的な。でも、ね、でもなんか近くに、なんかありそうだよね。うん。雰囲気は。雰囲気はすごいある。ね。これ上どうなってんだこれ。ね。なんかわからないよな。どうなってんの、どうなってんのマジで。BGM かっけ。うん。ちょっと、ヨーホーヨーホーって聞こえそう。嘘。そんな歌ってる？あの、ヨーホーヨーホーっていうかさ、うん、ディズニーランドのパイレーツ落ちるじゃん。うん、その後にさ、フェルウェルウェルっていうさ、霧で顔が出てくるやつあんじゃん。ああ、うんうん。あそこの、うん。そうそう。あ、赤森。ね。でもこれ、ピッ、豚いるから気をつけて。うん。殺そう。もうちょっと危ねえ。でも、いいね、強いよ、俺ら。あ、あ、いた。落ちてるよ、ここ危ない。同じことした。悔しいと思うと同じことする。いや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 。仲間だろ、俺ら。いいね。オッケー。二人でいるの絶対必須だわ。あ、来てる。ナイス。うーわ。むず。いや、これどうすんだろう。やばすぎる。ね。まあでも、このまま行くか。あそこの、スケルトンのいるところを掘っていこうか。オッケー。いやー、すごい。あーあー聞こえる。なんかトンボみたいな汚い声が聞こえたんだけど、気のせいかな。トンボだから。トンボみたい。汚い声。もうなんか、突っ込みどころがありすぎて。追いつかなかった。あ、ほんと？トンボだった？ごめん。ちょっと、本音が。本音が、こいつ、こいつ、本音が出ちまった。足滑らさねえかな。お、ピグリンいる、いますよ。いる、ね、うん。気をつけなきゃ。要塞ないかな。そう、簡単には見つからんだろうな、ね。もっとさっくり見つかるのかと。まあ、結構さっくり見つかるときもあればね、ないときもあるから。ないときもあるから。俺らは出た位置がちょっと悪かったかもね。ね。なるほど。でも今回のアップデートでいろいろ変わったんじゃない？ワンチャンそうかも。形も。うん。ガスなこと。こんなぐちゃぐちゃだったっけなぁ。まあでも、本田圭介は言ってるから。何？谷も深いところまで経験した人は強いんですよ。って。で、本田圭介の真似する、あれの、真似する人の真似やん、それ。見て。いや、言ってるんだよ、本田圭介。ちゃんと。そうなの。いやー。別に大きい山じゃなくてもいいんですよ。何も、崖
誰も経験したことのないような何を経験した人がみたいな順一ダビッドさんそれだから俺らは今おおガスト、ガストえどっから来たわかんねえ見えねえ見えねえ見えな見えないあいるいないわあいる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 あいるね柱のマスターナイスナイスいやーむず視界が悪いなねえ、うんいやー、どう行こうかな、うん、これ。こう降りて、下の方から繋げていかないもん。うん、下から繋げてく？うん。もうずーっとシフトキーで。怖怖すぎる。でも俺はやるよ。男。いや、なるほどね。どこにいんだ？俺もわかんない。さっき言った崖、あんじゃん。ガスト倒してた。そこの下。そっち行ったのか。違うか。いや、めっちゃ怖いわ。いや、ソウルさんどうせーなぁ。ね、歩きずれー。歩きずれ。手に入れた瞬間もういらなくなるソウルサンド。確かに。マジでいらん。いいんだよ。マジでいらん。どう降りてったんだ。これが人というものか。真理。砂のとこか。あ、来た来た。すごいよ。今トンボたちがいるところがギリギリ俺見える。いやめっちゃ進んでるやん。それぐらいね、それぐらい違う、なんだよ、ここ暗い。なるほどね。めっちゃ奥が見えない。うん。へえ。とりあえず第一中間地点。ナイス。着いたと。俺は索敵します。なんか最悪ね。この人たちに乗って、まあ、動けるけど。動けるけどね。人参ないから運任せになるね。前に、そうそうそう陸地に行ってくれ頼む松明も撃てないっていう。あ、ガスト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 。右、ガスト。右、ガスト。右？右の方向にガストいます。右の。俺やるか。右前、右前。ここか。ここだね。おナイス。おぉ。危ねえ。一撃なのか。あ、そう、一撃。ガスト体力少ないから。索敵済まーす、俺。うん。結構これ命張るな。押すなよ。押すなよ。いいか？いいなのか？押すなよ。本当に押すぞ、俺。押したらね、トンボ押すよ。いや、なんなら剣で倒し、叩いてから押すから。いや、苦しませて、殺すタイプ。今もうちょいでつくね、後ろ。ほんと？うん。意外と安全ですね。まだね。ネザーは何が起きるかわからんからな。あ、危ねえ。ガスト、ガスト、ガスト湧いた。ね、後ろ。後ろの結構上の方だけど。ちょい芝居とかあれかこっち気づいてないねでもうんうん気づいてないねギリギリ届かねえよよし倒したナイスうーんギャーっつったけど今あんな声出すんだトンボのように汚ねえなしかもガストのドロップインってガストの涙っていうものが手に入るからねうんガストの涙ってさうん何かできんの？うん、作れる。なんかあれ？ポーションみたいな？いや、違う。なんだっけな。エンドのね、エンドの何かだった気がするんだよね。砂だから超危ねえわ。あ、登ってくる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 。よし。って。危ねえ、危ねえ、危ねえ。これ砂だから危ねえわ、うん。なるほど。これでやっていくね。うん。怖っ。右側、ちょっと、一回これ、全部壊した方がいいのかな？いや、これでもう多分大丈夫。いや、これでいけるっしょ。ナイスナイスナイス。怖っ、今のでもう。いや、でも全然ね、減らなかったわ。火炎耐性があるから。うん、なるほど。できなかったらって考えたらもう、今のでもう、ワンキルでしょ？ワンキル。ワンキルとか、ツーキルぐらい。ツーキル？ダボキル。そうした、今。ダボキル。ダボキル。
じゃあ上に登ろう。オッケー。じゃあこれあれかな、二つのさ、うん、なんだろう、魂の森っていうの、わかんない、このバイオームの名前わかんないけど、このバイオーム、あ、え、大丈夫、危ねえ、大丈夫大丈夫大丈夫、落ちた落ちた落ちた、二十何マスまでだったら大丈夫。なるほど。今ハート何ぐらい残った？三残ったね。おお、結構強いね。はい、落下耐性持ってんだっけ？落下耐性一応つけてるね。あー、それは強いわ。オッケー。よし。これだったら死んでた。俺だったら絶対死んでた。よーしよしよし。やっとネザーらしくなってきたよ、ほんとに。ほんとよな。やっと、これだよ、俺の知ってるネザーは。あ、やっぱ、危ねえ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 、何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 があった今。落ちた今。はい。あっ。よし。もうなんか、今めっちゃ落ちたと思った。ああ、終わったと思った。なんか、お尻の穴キュッ。命をありがとう。お尻の穴キュッてなったわ、今。ちょっと今活性酸素出たわまた赤森があるよ。ほうほう。じゃあまた掘っていきますね。掘っていっぱ、まっすぐ、あ、ごめん、大丈夫。お、玄武岩来た来た。おお、玄武岩まで来たらなかなかでしょ。さっきと変わんない、もしかして。あ、ようやく変わったね。でもここ廃か。はい、なるほど。廃坑、廃坑じゃねえや、あそ、ピグリン要塞とかワンチャン要塞系あると思うよ、近くに。うん、分からんけど。廃はどうだろうな。ちょっとさ、廃の世界だ。じゃあ行きますか。どっち行く？こっち。あ、要塞かな、あれ。要塞じゃない？そう、嘘嘘嘘。いや、わかんない。でもさ、ちょっと要塞にありそう、要塞ありそうじゃない？そこの、大きな柱たち。どうかな？ちょっと微妙。多分、灰かな？ちゃうな。多分灰だな。ややこしいやつね。ちょっと行ってみるか、そしたら。そうだね、向こうに行ってみよっか。また命あります。ちょっと待って、あのね、回重ねるごとにね、怖いんだよね手が震えるようになってきた、慣れるんじゃなくていやー、怖っ。これね、どういう構造してんだろうねね、これさ、ブロックがなくなってさ、うん、新しいブロックに切り替えるときが一番怖いあー、すっげー手震えてる。よし、暑いね、ここ。ついね。わかるの？伝わってくる。あ、基本要塞。あ、これ要塞があった。ほんと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 。音が聞こえる。要塞だったよ。ゴロゴロと聞こえる。要塞だった。ナイス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 。これ要塞か？要塞要塞。紫っぽいね。色がもう要塞になってる。要塞になってる？要塞の色？きたこれ。こんなでかいの？でかいよ。あ、やべ、めっちゃ近くにガスト、めっちゃ近くにガスト、やばいやばい。